いやもうすぐオリンピックですね。ああ、いつから始まるんですかで <laughs> し,したっけ全然 <laughs>、なんか、あんまり見てないんだけど、7月、7月、7月の後半とかじゃなかったっけうん、まあ、もうす、あと1ヶ月弱なんだ。なんか、チケット買ったりしてましたいや、何も買ってないです。 僕はね、買ってたんで、メールが来まして。えー、何買ったんですかこれね、確かね、陸上ホッケー女子っていうね、マニアックな。<laughs> マニアックですね <laughs>。陸上ホッケー、うん。でもなんかね、陸上ホッケーの女子チーム、日本の。うん。日本の女子,女子、その陸上ホッケー女子チームは、 割となんかこう、有望みたいなことを、なんか見たことがあって、へぇー。面白そうだなと思って、買ったんですけど、まあでもそこまでめちゃくちゃ強いっていうわけではないのかな。世界ランク的にはね。場所はどこでやるんですかどこなんだろうね。<笑><笑>いや、なんかね、でもね、あの正直僕はもう払い戻ししようかなと思ってて。ああ。 いかないうん行かないからなんかね一応また再抽選やるらしいんですよあそうなんだうんなんか人数を減らすんだよね結局そのああはいはいはいその50%以内収容定員の50%以内にするっていう方針が決まってるから、うん、ってことはその再抽選しなきゃいけないわけですようん,、うん。溢れてたらうん で、その、それに、それに合わせて、なんか、もし、もう払い戻ししたかったら、払い戻ししてねっていうのも始まるらしいんですよ。同じように。うで、僕はもう払い戻ししようかなと思って。う,ん,うん。サッカーは見たかったから、結構応募したけど、全部外れたな。そう <laughs> サッカーは人気だもんね。うん。僕も確かなんか、何個か、 サッカー抽選に入れたた気がするけどダメだったなサッカーはしかも今年は強いんでね今年は強いいやメンバー的にも結構こう期待されたメンバーが多いからああ日本のそう日本代表うーん最近全然見てないから分かんないな多分歴代でも最強に近いと言われているへえそうなんだ、うんえー 海外組とかもうほぼほぼ海外組みたいな感じですよ。<laughs> そうだよね。<laughs> う,んうん。まあ、あとそもそも、なんていうか、1年年取ってるから、その、延期したから。はい。うん、まあ、だから、なんていうか、成長度合いを比較してもやっぱ、違うっていうのはありますけどね。なんかでもさ、僕も、僕の中のサッカー情報がさ、多分、だいぶ古くてさ。<laughs> 絶対 もう僕が上げる人たちがもう入ってないんじゃないかって思えちゃったりするんですけど誰ですか例えばさ香川真司とかさあ、うん、まあまあその世代はもう引退してたりとかえもう引退してんの引退までしてる人も一部いますよ <laughs> 内田篤人とかああ,、うん、あ、そうか内田篤人も引退してんだうんとか本田圭佑は最近もう一応やってはいるけど ほぼなんかもう、スタートアップ業がメインみたいな、うん、雰囲気に出してるし、<ー>社長も長谷部さんとかね。長谷部はまだ現役で、結構ば、うん、バリバリやってるからあ、やってんだ。うん、まだ海外にいるんだ。今、ドイツにいますね。うん。長友優斗さん。長友も、まあ、うん、ピークに比べれば落ちてはいると思いますけど。 うん、まだまだ現役ですね。岡崎ん二さんとか。はいはいはい。久保さんとか。久保。なんだっけ久保。どの久保どの久保か。<笑>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 って言われると僕は。<laughs> 久保、久保、久保,久保竹,竹,房んん竹、竹房さんかな。ああ、竹久保竹久は全然。 これからの選手ですよ。まだ二十歳とか。あ、だよね。うん。あ、だよね。久保さんって割と若かったもん、ね、むしろ。今、そのロンドン五輪の、あ、ロンドンじゃない。その、今回の東京オリンピックのメインの主力メンバーというか。うん、あ、だよね。というか、もう、一番、うん、一番期待されてる人ですね。チームもレアル・マドリードにいますからね。僕が、その、なんか、なんとなく知ってる世代ってそこだよね。まあ、久保さんは割と若いんだけどもちろん。うーん。 もうみんな、なんかその辺さい、いなかったりするじゃん、やっぱり。あの、五輪,五輪のメンバーっていうかさ、代表メンバーの中に。<laughs> まあ、あの、た分ん、持山さんがその言った人たち、多分前回のワールドカップとか、前々回のワールドカップの、そうそうそう,そうそうそう。がピークだった、<laughs> 黄金期だった人たちだから。でも,も、今回はでも、それを上回ってるって話でしょ、だから今、話してたら、まあ。まあ、持山さん言ったのは A 代表の人だから。うん。 オリンピック出る人たちは<あ>アンダー u n d e フォーなんですよ。あそうか、そうか。そもそも若いメンバーなんですよ、ね。ああ、そっか、そっか。そう、違うんだ。そうだ、そうだそう。オリンピックは、なんかサッカーだけはアンダー r まあ本当は u n d スリー二十三歳以下しか出れないっていうのがあって、ははははいはいはい、はい。でそこに OverAge ーーっていうのがあって、うん。その何歳でも出れますよっていうのが三人まではははいいい出れるっていう仕組みなんで。 そのアンダー世代の中で最強と言われているし、アンダー世代なんだけど、A 代表に入ってるメンバーもたくさんいますね。そのさっきの久保武英とか。ちなみにさ、A 代表のメンバーは僕が言ったやつはみんな入ってないのもう。えっとね、その世代入ってますよ。吉田麻也とか、わかりますか吉田麻也はもちろん知ってますよ。あと。 えっとね、サイドバックの、あ、名前で忘れちゃった。サイドバック、えー、酒井酒井あそう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 、酒井。えー、っとね、酒井も二人いるんですけど、酒井博樹っていうフ、フランスに、マルセイユにいる選手とか、うん、あと、その一個下の世代の遠藤渡るっていう人。ああ、遠、ね、聞いたことあるの元々あの 浦和にいたのかなはい、はい、今はドイツにいるけど。<laughs> っていう結構 A 代表の中でもコアメンバーが結構これまでのオリンピックと結構サッカーの中だとオリンピックの扱いが割とワールドカップより下なんですよね。うんうん、だからオリンピックにこう選手を貸し出したくないってクラブが結構強気に出ててこう A 代表の、うん。 就メンババーーーがオーバーエイジで入らないっっていうのが結構あったんでですよこれまなんだけど今回はまあ東京オリンピックってこともあるのか分かんないけど結構こう、まあ、あとコロナでこうシーズンがこうなんだろうなうまくスケジュール通りできてないとか、まあ、いろんな事情もあってこう A 代表のコアメンバーが、うん、クラブがこう代表に貸し出してくれててうんそれでコアメンバー呼べ,呼べてるっていうのもあるみたいですね。 いやでもなんか、じゃあ今の A 代表のフォワードとか、うん、そのミッドフィルダーとかっていうのは僕の全然知らない人たちがいっぱいいるってことですね。うん、正直僕もその昔に比べるとサッカー全然見れてないからわかんない人も多いですね。うん。あと最近の傾向としてなんか結構、日本例えば DMM とかが、ベルギーのね、ベルギーの、DM m の関連会社かな。 ベルギーのそうサッカークラブを買収してで、オーナーやってたりするんですよ。<ー>だから、とこと J リーグでもまだ若い選手たちを早くそういうクラブに呼んで、まあ、お互いみたいな感じで。でそこからこう別の国にステップアップしていく選手とかがいて、<ー>だからこう結果として海外組が多くなったりしてるんですよね、昔に比べると。そうだなん そうシントロロイデンかっていうなんかベルギーのチームがあってそこ DMM がオーナーなんですよねうんとかそういうなんかステップアップリーグって呼ばれてるんですけどベルギーとかポルトガルとかそういうとこをステップなんか最初のクラブとして今度はイングランド行くとかそういう選手が多いですねうんだからサッカーは今回期待できると思うんで 気にしてみてみますねうーんなんか僕全然サッカーも見てないんだけど、うん、まあ野球も別に見てないんだけどうんなんか最近野球の方がいいなって思ってることこあるんだよね。<laughs> どういう目でですか <laughs> いやなんか別に僕もあのサッカー好きだしサッカーもすごい見てて一時期サッカーの方が好きだった時あったんだけどうんなんかね まあ見ててっていう話なんだけどもちろん、うん、やるっていう話じゃなくてうん野球ってさ何ていうのもう大体投手とピッチャーとそのバッターの1対1の対戦って感じですまあ1対1じゃないんだけど実は1対1っていうの対戦って感じじゃん、うん、毎回、うん、それを何回もずっとやってるって感じじゃん、うん だからなんか、見るの楽なんだよね。<laughs> それはね、絶対ある。なんか。<laughs> だよね。サッカーってさ、ずっと見てないといけないじゃん、なんか。本当、集中してないと、そう,そうそう。ながらみができないんですよね、サッカーって。そうそうそう。ああ、なんで今、今どうだったみたいな感じになるじゃん、なんか。あと、このやっぱ時間帯がこうね、ヨーロッパリーグとか夜とかやってるから、その夜中とかやってるから、うん、<laughs> 眠気まなこに見るとかね、あったりはいはい、はい。それもあるけど。なんか、 こう別にさ攻め今攻めてないから見なくてもいいとかじゃないじゃんなんかっっない <laughs> ないでしょだからさずっと見ないといけないじゃんあれなんかもう,そうだから正直僕もやっぱ大学の頃とかめちゃくちゃ見てたけど社会人になってから一気に見なくなっちゃったし、うん、いやなんかだから、ね、野球の方が楽なんだよね見るのがうんそれはあると思いますね展開がなんていうかパターンがね分かりやすいっていうか <laughs> あとね、単純にねあ、このピッチャーすげえっていうのが分かりやすいっていうね。あ,うんあと、このピッチャーすごいとか、このバッターすごいっていうのが、もうなんか一対一の、<laughs> そこが1対1の対戦になってるから。サッカーはね、ゴール以外はちょっと分かりづらいところもありますからね。<laughs> そ,うそうそう、なんか連携じゃんなれ連携プレーみたいなとこあるじゃん、やっぱり。チームプレーというか、サッカーは。うん、なんていうか、点が入らない試合とかだとね、分かりづらいのはありますからね。う だから、そこをさ、ちゃんと見ようと思うと、全部追わないといけなくて、そうなんです、ね、そのの疲れちゃうんだよね。それは分かります。まあだからといって、別に僕は野球ずっと見てるかっていうと、別にそんなことないんだけど、でも、なんか、最近、日本、日本でっていうか、A 代表みたいなさ、うん、まあそういう試合があるじゃん、よく。うん。なんか、親善試合とか、まあ、なんとかカップみたいな。はいはいはい。うん、そういうのやってるけど、なんか、もう全然見なくなっちゃって。 野球はでもなんかね、日本シリーズとか見たりするんだよ、たまに。えー、そうなんだ。そう,そうそう、それは意外。見るの、日本シリーズぐらいしか見ないんだけど、<laughs> 結局こ。それは意外。いや、でもね、日本シリーズ、やばい。もうあ去年も、ね、だから、それこそね、ソフトバンクも何連、もうん、何連覇ってしてますけど、今、ソフトバンクが。うん、ソフトバンクのピッチャー、やばいもんね、ほんと。<ー>バッターもやばいけど、ピッチャーがやばくて。 野球は全然わかんないですよねそ。それがね、見てて楽しいんですよ、日本シリーズとか。<laughs> やべ、えぐい球投げんな、みたいななんか。へぇ、えー、全然わかんないんだよな。うん、<laughs> うちなんかもう完全に家系がサッカーの家だったんで、親が監督やってたりとか、はいはい、うん弟がジュニアユース行ったりとか、なんかそういう家だったから。 野球は全然通らなかったんですよ、ねうん、もう僕もね小さい頃はずっとサッカーやってたんですけどね <laughs> 確かねお客さんサッカー向きの体格してますよね <laughs>、うん、ずっとやってたんだけど何だろうな野球はだからどっから入ったかっていうとあれですねパワープロですね <laughs> <laughs> それは僕もやってましたよパワープロは <laughs>、うん、パワープロから一気になんかこう <laughs> 野球に詳しくなって選手に詳しくなって まあ、ルールももちろん分かるようになるから、うん、なんか昔はでもそれでもやっぱり子どもの頃はなんか、なんかお親父の見るものだって思ってたけど、なんかでも高校生とか大学生ぐらいになると、なんかたまに見たりしてましたね、やっぱり。うんなんか一時期すげえ毎,毎日見てた時あったもんね。<laughs> そんなに巨人戦とかさ、セ・リーグのやつは割とその地上波で放送してるじゃん。うん、まあ今は、最近はだいぶ減ったけど。 昔はよくやってましたよね。うん。それをなんかね、欠かさず見てた時あったもんね、一時期。何ファンなんですか野球は。<laughs> 野球中日僕、ね、あ僕、今は別に何ファンってなくて、正直。へえー。昔はね、なんかね、チバロってファンでしたね。中日じゃないの。チ <laughs> バ、うん、ロって。だか,だから僕サッカー、サッカーもさ、別にグランパスファンとかじゃなかったんだよ。ああ、そうなんですかね。 マリノスファンでしたね <laughs> なんで、<laughs> なんで関東なんですか、全部 <laughs>、まあ。単純に好きな選手がいたからっていうのが一番大きいんだけど、シバロってはね渋い選手がすごく多くてね、好きだったんで、えー、その頃 <laughs> なんか神宮とかで野球見てみたいなとか思ったこともありますけど、やっぱなんか都内で見れるのってすごい、<ー>なんかサッカーファンとしては羨ましいなと思うんですよね。 あーそうだね。確かにそうかもしんない。うん、うん。まあでも最近はあれじゃないの ?DNA とか見ると楽しいかもしんないね。あ<ー>あの。僕も全然見に行ってないけど、なんかね、結構頑張ってるじゃん。DNA とかそういうの。ええー、そう、そう、全然わかんないですよね。うん、だから、なんかんなな。頑張ってるってのは見せ方的な話 <laughs> まあそう。まあそのなんていうの 単純に野球をやって、それの箱のスタジアムがあるっていうだけじゃなくて、その運営を頑張ろうっていう話ですね。えー、そのチーム運営として、クラブ運営として、まあ、どう盛り上げていくかっていうのを結構、まあ、いろいろ頑張ってると思うんで、DNA とかは。メディアとあれですよね。メルカリもそういえば、カシマアントラーズの運営やって、あの、石渡さんっていうね、クックパッドの元役員が。うんはいはい アントラーズの役員やってるのかな確か。あそうなんだ。そう、そうなんですよ。へえー。そう、アントラーズの、アントラーズって会社の社長がメルカリの小泉さんで。あそっか。で、非常勤取締役に石渡さん、ね、本当だね、入ってるね。うん、<laughs> 入ってんな、石渡さん。<laughs> いや、石渡さん、これね、もともとサッカーめちゃ好きだし <laughs>。そうだね。 そうだから多分アントラーズもそういう、なんていうか、IT、IT というか、店か、うん、そのサービス作り的な方向でも、力入れるのかなって、うん、そんなに野球見てたとは、意外でしたまあ、全然先は、最近は全然見てないけどね、<laughs> 日本シリーズちょいちょい見るぐらいで。てか、地上波でやってるんですか、今って。 あどうなんだろう,もう全然ち <laughs> ょう言われてさ、<laughs> 見てないから、テレビ見てないからわかんないんだけど、なんか昔ってすごいやってましたよね、野球。うん、毎日やってたよね、なんか。そうだからやっぱ、野球興味なかったけど、やっぱ当時のその僕らが中学生、高校生だったころの中日の選手の名前とかって <laughs>、なんかすり込まれてますもん、なんか <laughs>。ああ、なんかずっと。ま毎日なんか めっちゃやってましたよ、ね。うちの父親もなんかテレビつけながら、野球見ながらご飯食べたりしてたな、なんか。うん、最近やってんのかね。父親は見ないから分かんないっていうね。<laughs> まあ今年も多分僕は日本シリーズは見るかもしんないけど。へえ<ー>。ちょっとソフトバンクがまた上がってくるのかな、また。